どうこれ、あーかわいい、かわいい、かわいい、かわいいか、お知らせがあります。京都着物テレビ8月号をお届けします。はい、8月はまだ浴衣でいいんだぞということで、ちょっと浴衣涼やかにしやってまいりましたが、はい、今日はそれに関わることをちょっとご提案したいなって、うん、まずはね、うん、8月の行事を、毎度の恒例の土曜干し、はい、これは7月の時もご案内したんですけど、うん、7月の中旬ぐらいから、だいたい8月の6日ぐらいまで、うん、本当にカラッと暑い時にします、うんうん、で、立秋、これが8月の7日です。うん、でこの暦の上では秋になります。立秋過ぎたら明日からは残暑でいいかな。なるほど、そういうことか。なんか残暑見舞いとかね。そうだね、そうそうそう、いつからかなと思ってたけど、うん、立秋からなんだね。そうですね、うんうん、で山の日、うん、これが平成28年からの国民の祝日になったんですけど、うん、山に親しみ山の恩恵に感謝する日、お盆ですね、はい、8月の13日から16日、うん、この間に終戦記念日8月の15日もあるんですけれども、うんうん、京都では五山の送り火が、そうだね、うん、8月の16日にあります、うんうん、でいろんな地方でそれぞれあのお盆の行事があると思うんですけど、うん、ぜひ着物で暑気払い、8月の中旬ぐらいなんですけど、うん、ウーのつくものを食べると暑気当たりしないと言われてたそうで、うん、うなぎ、うん、梅干し、うん、うどん、うん、きゅうりなど、うんうん、から地蔵盆、はい、あのこれはね、西日本の方の風習らしいんですけど、めちゃくちゃやってました。田舎私もやってました、うんうん、で各町内の辻地蔵、うん、お地蔵さんをね、うん、お供養します、はい、で子供の守り神なので数珠、うん、回しって言って、はい、2、3メートルぐらいの長いお地蔵、みんなで順番順番に、ね、大きい玉のやつね。そうそう、でそうやって子供たちの無病息災や幸せを祈願する日、うん、でまあさっきやったあの残暑見舞いが8月の上旬から末までの間に、だから暑中見舞いを7月中に忘れちゃったって人は8月中に残暑見舞いを立秋以降はお送りするようにしてください。そうです、そんな季節を感じながら、はい、着物からも季節をお届けしたいと思いますよ。やっぱ夏は暑いから、うんうん、透け感のあるものを着たくなるし、はい、やっぱり色も涼やかなものをね。そうね、今日お姉ちゃん涼やかではございませんか。ただね、うん、私あの私物を持ってきたら、あら地味どうしても色合いが、まあ、昔はいちいち洗い張りしてまた縫ってたでしょ、うん、それもなかなか大変だったので、うん、昔の着物って黒っぽいの多いんですよ、夏着物。ああそう、なんか夏の浮世絵のイメージって黒の着物のイメージ、そうでこうそのハラッと透けた陽炎の羽みたいな、うんうんうん、それで透け感を呼ぶっていうか、だから白っぽい着物っていうのは割と最近の感じ。今日は透け感っていうことに関してちょっとナイーブな部分と、うん、それからまあちょっと戦いたい部分と、そう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 、ちょっと、まあ、おしゃれな部分とね、そう、はい、ちょっとお届けしたいなと思います。昔はどうだったの？あのね、うん、これがサマーウールなんですけど、うんうん、お家でお洗濯できる普段着の着物ですね、うん、もっと薄いのもそうなんですけど、うん、こう肩ってついてるんですよ。昔の人ってクーラーないしね、うん、上半身の汗取りはすっごい気にしてたみたいなんだけど、うん、そう、手拭いとかこういうさらしとかついてたんやけど、うん、下半身の方はこれね、共布でちょっと分かりにくいんですけど、はいはいはい、ここに意識当てついてるんですよ。ついてます、ね、でこれ本当にあのお尻に当たるところだけ、うんうんうん、でこうやって共布でつけたり、こういうさらしをつけたり、手拭いつけたり、うん、でだんだんあの絵物になってくると、うん、胴裏の小幅のやつ、絹のね、絹、うんうん、そういうのここにつけたりっていうので、うん、本当にあのこの正中心のところに小幅部分だけ塗ってるっていうような、うん、つけてもこの膝ぐらいまで、うん、っていうようなカバーの仕方だったんですよね、うんうんうん、でこれがねだんだんこの肩当てっていうのが昭和40年代ぐらいからだん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 なくなっていって、今作られてるものは全くこれつけない、うん、見たことない。もう襟付けのこのカーブがあるので、うん、ここのところだけ力布みたいなのつけてるんだけど、もうこれは完全に今消滅しちゃってる。うん、だからこれついてたらもう昭和の30年代ぐらいまでのものと思って間違いがないんです。でその後だんだんね、うん、これ表側なんだけど、うん、この裏に意識当てがついてるとね、ここに縫い目がちょんちょんちょんってなるでしょ、まあね、それが気になるって言って、うん、まあ夏物だと特に縫い目だったりしますよね。そう、横幅をつけないで、うん、
これもほら肩当てないでしょ。ない、うん、後ろ身頃の左右につけるようになっていくのね。だからまあ縫い線は気にならないようだね。そう、脇縫いのところで縫うからここにちょんちょんちょんって縫い目が出ることはなくなる、うんうん、だけど最初のうちはこの腰紐の位置から下につけてたのね、はいはい、なるほど。でそれもだんだんこの腰紐の位置がこっち側から見るとここにちょんちょんちょんって縫い目が出るっていうのをこの縫い目 ね、うん、てますね。それを気にしてこれねこっち側から見ると表なんだけど、うんうん、ここが打ち上げなんで、うん、打ち上げ、うん、この打ち上げのところからつけるようになっていく。だいぶ上になりましたね。そうなんです。もう意識当てかどうかわかんない。もう下半身合わせですよ、ね、そうなる。そうで、ここにね腰紐が来るので、うん、おはしょりここで取るやんか、うん、そうするとおはしょりのところが折り曲げられてるから全部で6枚、うんをここにたまることになるという、せっかく夏物なのに。だから夏物で涼しく着るはずなのに、うん、ここまでいるかなっていうのが私すごい思うねんね。しかもまあこれまた絹やけど、これがもしポリやったらカッパ着てるようなもんやで、ね、そうなんですよね。で昔のでもね、もうあのこれから出していくけど、うん、めっちゃ透けてるシャアの着物とかがそんな意識当てつけてないんですよ、うん、だからそこまでね透けることはないので、うん、こっちの肩汗を気にしなくなってたのに、うん、なんで下半身ばっかりそんなに気にするのかなって。正座してたりとかお茶かけたりすると、ちょうどこの膝裏にねもうバーッと汗跡がついてる着物なんか入ってきたりするから。そうかそうか、まあ、こういうちょっとおしゃれ着系だとそうなっちゃうか。そうそうそう。でもね、そもそも私石木屋てっておばあちゃんが浴衣を作ってくれた時に、うん、A4 ぐらいだった。私ね、それがある意味っていうのは、例えば自転車に乗る、うん、椅子に座る、うん、そしてあの一番ここのさパカンって割れて欲しくないところの強化だと思ってたの、うん、で割れないじゃん、うん、割れない中心の縫い目がパンクしないようにしないようにと、それから擦れるじゃないですか、うん、よく着ると、うん、でそこがやっぱりその摩耗するのかなとか、うん、そう思ってたけど、これもちょっとその息から遠のいてるんですけど。そうだから前はね重ね合わせるから全然透けないんだけど、うん、後ろが1枚っていうのがすごい気になるんやろね。気味が薄いから、それでガードするんでこんなにあの意識当てがどんどん広がっていっちゃってるんやけど、どのぐらい夏の着物が透けるものかちょっと検証してみようかと思います。検証します。はい、はい、まずはねゆうこちゃん今日レース着物なので。そうなんですよ、透け感って言ってたんで、はい、ね、これはあの今のレースですね。あのすごい柔らかいフォアキミカルレースの。そうですね。でこれはあの昭和の30年代ぐらいのレースです、うん、だから結構しっかりしてて、いや本当に厚みがね、厚みがしっかり、レースに厚みってどうやって出すのっていうぐらい、うん、もうこういうの折ってるとこがないんだけどね。でこれかなりねレースっぽさがあるので、うん、透けるとこんなぐらい見える、うん、このぐらいの透け感があるんですよね、うん、でそれとか、うん、こっちも同時代のレースなんですけど、うん、どうこれ、うん、あーかわいい、やばい、こんだけ透けてるといやお尻やばいんちゃうかなって思う多いかもしれないので検証してみたいと思います。わかりました。これはさ透けてるというよりは白あってくれないとレースってわかんない。そう、ね、そう、こう透けてこそのレース着物っていう感じなんだけど、うん、で前はね重ねるからもう絶対透けなくなるのね、うん、で後ろ姿が問題なんだけど、ここにこう帯が来るでしょ、うん、でお尻こんな感じなんですよ。ロウの腰巻きって夏用にあるんやけど、うん、どうしても透けるの気になる人はあの秋冬に使う普通の腰巻き、はい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 、あれで全然夏どうもないので、うん、意識当てで何重にもなるよりも透けない腰巻き1枚の方がまだマシなので、とか透けてもこんな感じなんで、うん、そんなにここにまだ意識当てつけてとか気にしないともいいかなと思いますね、うんうん、これは全く意識当てがないパターンの、ないです、うん、ないです、うん、さっきのベージュのレースもそうやし、うんうん、また高貴な色や ね、 ね、アンティークアンティークの透ける着物代表選手のシャアの着物です、うん、ね、ちょっとライト変えてみたんですけど、うん、この透け感がわかるかなっていう感じです、うん、おふりを合わせてないので、うん、ここ筒袖のままなんですけど、うん、ここにこう手が入ってくるんですけど、はいはいはい、昔の人はねこうやって筒袖の半襦袢に、うん、
こういうお振りの長いの着てたんですよ。あ、そうなの、それでいいの。今日つつとでなんだけど、うん、お振りが長いからってここにお振りを合わせればなおベストだけど、うん、普段で気軽に着るときはもう全然こんな感じでここ透けさせてたので、うん、絶対ダメってことはないから、うん、全然 OK です。楽しんで。で、後ろ姿が、はい、気になるお尻なんですけど、どう、こんな感じなんですよ。別に全然透けてないやろ。ちょうどね、あのシャア合わせみたいな感じ。そうね、まあ下の腰巻きの白入ってるんですけど、白とのコントラストが、うん、だからすごいなんかあの変な感じない、うん、だからここら辺、あのこっから帯の上になるんやけど、うん、ほんのり透け感わかるんやけど、うん、こんな程度なんですよ。そんなにね心配するほどむちゃくちゃ透けない。これも意識当てないバージョンだもんね。そうですね、うん、だからこれで逆に意識当てがあるとちょっと目立ってしまう感じ。あ、逆にね、だってここにだってその布があるってことでしょ、うんうん、ここだけ濃くなっちゃうじゃないですか。そうです、うん、そうですね。これはなんかすごいシックな、はい、うん、ね、黒でモアレみたいな感じにラメが入ってて、これも結構さっきの紫よりも透ける感じが出てると思うんやけど、うんうん、ここら辺もさっきよりちょっと白っぽく見えない、うん、それともこんな感じです。せっかくこのモアレ感のモヤモヤとした柄で覆ってくださってるんだから、うん、これが見えるのはちょっと寂しいですよね。ちょっとね、ヨロクジマのようにも見えるし、うん、だからここをピタッとこうするとすごい白いのが透けて見えてて、うんうん、すごい綺麗やと思う。透ける演出に白はやっぱ必要よね、うん。これはまた涼しそうなお姉ちゃん、うん、これもアンティークだからね、うん、すごい。これラメも散らばってる、すごいおしゃれ、すごい水滴の感じだよね。あ、なるほど、うん、これもね、かなり透ける生地なんですけど、うん、全然心配ないと思う、うんうん、全然ここはね、お尻は大丈夫。そうだから今まで出したやつみんな意識やってついてるんでしょ。ないです、うん、でこれなんかやっぱ柄が結構大胆やから、うん、そっちに目がいって、うん、あんまりその透け感っていう感じはあんまりしないかな、うんうん。これすごいお姉ちゃん、でもシャーですかね、うん、そうなんです、うん、これめっちゃ透けるでしょ。めっちゃ透けてる、ね、あの今までの袖のままで着てたんで、うん、こんな透け感なんやけど、うん、長襦袢着ればここのところがもっとこう白が、うんうん、出てくるし、で長襦袢着るときは下に肌襦袢と腰巻きするから、うん、ここはもう3枚になってるから、うん、よりガードは硬い、うん、ガードは硬いですね、うん、でもこれ裏地がすごいな。そうなんですよ、これがね、二重折りの、だから表からは見えへん、わからない。表からはもうね、真っ黒っていうかね、黒の着物やけど、うん、ひらっとこう見たらこんなに玉のシール、歩いてここが腹となったりとか、人とお話ししててこう手首が動いたりとかってするとこの裏の色が見えてきて、すごいおしゃれな感じ。なんていうのこれは、普通です、普通、風が通る、うんうん、こんなに透けるんで、これからちょっと柄の長襦袢を当てていってみようと思います。無地から卒業ですね。じゃあちょっと上級者パターンで、はい、はい、もうアンティークの長襦袢でもめっちゃかわいい。これはね、ローの長襦袢で、うんうん、お振りも少し長め、ね、ちょっと長めですね、うん、かわいい。ちょっと、ね、うちわの柄やね。いやー、めっちゃうちわが結構ピンク、かわいい。ハギとキキョウとなでしことね。あ、じゃあこれでもくすけるっていうか、ローとかじゃないね。もうあの金車みたいな、うん、ローじゃない、ロー目が入ってないんだけど、うん、生地はもうテレンテレン薄い、この透け感が、うん、すごいね、うん、これはね、でっかいなでしこで、でっかいですね。前見頃だから全然わかんないのに、裾ぼかしで水色が入っているという。ほんまや、ね、地紋も入ってるんですよ、これ。そうなんですよ、こう折り柄でね、うん、近くで見ないと絶対わかんないっていう感じの、けど、まず襦袢だからもう表で見れないから、けど折り柄のこの細かいところにつくさとこのちっちゃいなでしこもあって、で柄の細めの方に大きいなでしこがあるっていう、男の人の着物でもそうだけど、うん、内側のひそやかな楽しみっていうのがね楽しみがね、確かに、ね、これは背中が、はい、ここにボンボンとなでしこがあるから、ここに帯が来てもさっきの透ける着物のここが見えるんですよね。すごい、ってことはこれ、うん、慕ってる人がちゃんと計算してここに置いてるってことですね。それはあると思う。 ねじゃあこれはどういうこと。これ襦袢なんですよ。襦袢、そう、裾柄になってて、表で来てくれ。で、波と船とね、配置が可愛いもんだって、ね、あの縦炉のロチリメンですね。ロチリメンですね。トロリンとした生地で、で背中がこんなんで、いや
ここに字が入って、エヴァのね裾模様になってて、うん、絶対見えないんだけど、絶対見えないですよ。これは透けささないともったいないですか。さすがに。じゃあこういう序盤をめちゃくちゃ透けるシャーで合わせてみますね。はい、さっきのなでしこを着せてみました。これは絵画。このシャアはね、さっきの二重折りとは違って、うん、黒一色でもうちょっと透け感のあるタイプなのね、うん、ちゃんとあのお振りを合わせるとこういう感じで、で例の後ろ姿ですよ。例の後ろ姿見たどうなんだ。ここに帯が来るので、うん、こんな感じです、ね。足元も裾模様が。そうそうそう。なんかここら辺ね、あの気にして意識当て当ててるとこういう柄が見えなくなってしまうので。うんうん、あ、もったいない。これがまた動くときっとね、見え方がいろいろ変わって可愛いんやろね。風に揺られて、そして風が通り抜けて、うん、ええやんか。もう一つ薄いのがあるので、ね、あ、見てみましょう。はい。これはまたなんか。さっきよりねもっと粗い織り方なの。粗いですね。そうなんですけど、黒いねシャオを着てるのにうっすらブルーに感じるこの量っていうのはすごい、うん、すごいくっきり柄が分かるぐらい。分かる。後ろ姿があら、お尻の柄が結構可愛らしい。うちはここあるし、ここ見えるから、ね、ここら辺のうちはも透けて見えてるしね。着物の針とこう襦袢のこのテロンテロン具合が全然違うから、うんうんうん、すごいね、なんていうかこの柄がこうすごいめっちゃ動く感じがするんですよ、うん、そうそうやね、うん、だから実際着たらね、ここにこう腕が入って肩の肉が入ってってなると、うん、生地のまとわりつき方、うんうん、だから全然表と裏が違うからね、うんうん、こういい感じにこう余白が多分着物とこの襦袢との間にあって、うん、ポケットなんかこう透け感がすごい出てくる感じ、うんうん、かわいい。本当にこの透け感で涼を呼ぶっていう感じで、いや夏はこれが楽しいですよ。そう、本当にこれが夏着物のもう醍醐味みたいなところがある、うん、そうそう、だから透けるのを怖がらず透け感を楽しもうみたいな感じ。そうです、そうです、そうです。私はあの前だいぶ昔ですけど、自分でこう襦袢の袖を、もともとは夏物の訪問着だったものがボロボロだったんで、うんうん、そこの鮎の刺繍がね あったんですよ。めっちゃもう貴重だと思ってこれを袖にして鮎が泳いでる風に、はい、ということは裾回しで波柄自分で描いてたから、書きました。そういうのも流星を書きました、うん、だからそういうのもね楽しみでできるので、うん、だから着物がそのもしかしたら袖になる可能性もあるってこと。シミだらけになって、ね、シミ抜きに出したらかなりお金かかりそうっていうのを、うん、嘘つき袖と腰巻きにしようっていうお話してたんですけど、うん、はいはいはい、そういうのでこういう着物の時にね利用してもらったらすごいいいと思いますね、うん、確かに。だからこう全部じゃなくても袖だけとか、うんうんうん、腰巻きだけとかそういうので楽しんでもすごい楽しいと思います、うんうん、あの抱きしめドーンがついててもこう着物の下に来てしまうと着物が今度そこにかぶさってくるから、うん、ここはもう全く見えなくなっちゃうし、で中に着てるとシミも本当に分かんなくなっちゃうので、長襦袢として活用してもらったらいいな。蘇るよ着物がね、うんうん、黒っぽい着物いろいろ、うん、あの透け感見てみたんですけど、うん、ね、これから皆さんが一番気になる白っぽい着物、ね、これも順次検証していきたいと思います、はい、これなんかね、うん、畳んでるだけで下の柄の色がこれ透けて見えているという。あ、これは絹です。うっすらと見て見て見てどうなってる、うん、そうそう、うん、ね、あのもう畳んでるだけでね下の柄が透けて見えるっていうぐらいなので、すごい心配になりそうな着物なんですけど、こういうのも検証していきますね。はい、ね、これも袖付け下げで、付け下げでね、めっちゃ可愛いんですよ裾模様がね。それでね、炉のね、なんかあの幅が違うの、うん、なんか現代物っぽい感じ。あ、そう、これ化繊なんです。あ、なるほど、化繊の付け下げでだから、うん、汗かいても洗えるし、うん、で裾模様もすっごい可愛くて、すごい可愛い、だけど淡い色なんで透けたら心配になる。気になる、気になる、うんうん、で、これと、うん、あっちゃんのこれは朝なんですけど、うん、あのカスリーの着物です ね、なんか朝はなんか白いなんか桃引きとか履いててほしい感じがする。捨ててこはね、うん、透けるよ。あ、ダメなのか、うん、それも、もう薄い河川です。綺麗、これも綺麗、薄い柄もでも薄く入ってますね。そうなんですね、なんでこういう白っぽいシリーズもこれからちょっと検証します。はい、はい、
この着物がね、透けるとこの襦袢が見えるっていう夏の楽しみがね、今日たくさん見てもらえたと思うんですけど、これでも夏しかできないことだから、まあ逆にこう1年で一番透け感を楽しめるという。そうだから、こういう襦袢を透けさせて楽しむっていうのは、もう生地自体が薄いから、もちろん一式当てはつけないんだけど、訪問着とかね、ああいうのに割といっぱい式当てつける傾向が、夏のフォーマルがあるんやけど、訪問着はそんななかったんですけど、見ていただいた通りそんなに透けないので、いっぱいいっぱい式当てつけてここら辺汗だくになることはないと思います。旗から見ても涼しげっていうのがやっぱりいいところなので、夏にこんないっぱい重ねる着物なんか着られないわって敬遠してしまわずに、可愛くおしゃれに涼しく、着られるので、いろいろな着物を楽しんでみてほしいと思います。まあ、今日私たちもね、皆さんに涼を取っていただきたく、涼しい格好をしてきたつもりではございますが、またねここから秋冬ってなっていくから、また違う楽しみを提案していきたいなと思います。ということでお知らせがあります。はい、何でしょう。9月号ははい、皆さんお待ちかね、はい、生配信したいと思います。なんかね、結構な人数毎回見ていただけるんで、ちょっと調子乗ってます。だいたい今ね、半年に1回ぐらいさせていただいて、はい、なんで今回、9月号は15日の、夜の7時、19時にですね、
皆さんのお茶の間に登場したいと思います。今回も90分間ぐらいですかね、うん、まあ、ちょっと、はい、まあ、お話が長くなったら少し伸びるかもですけど一応90分程度です、ね、はい、で今回はですね、あの、まあ、もちろん皆さんからの質問もまた受けたいと思うんですけど、はい、発表がね、うん、ありますんで、はっ、何、何、ちょっといろいろお見せしたいものがね、ありますので、あらら、はい、ということは新しい情報も満載ということで、はい、皆さんお楽しみに、まあ、ライブでしか聞けないような話もね、うん、あるかもしれないので、9月15日19時お楽しみにしていただきまして、8月号終わりたいと思います。これからも夏着物を楽しんでいただいて和装ライフを楽しんでください。それではショッピー京都着物テレビ。